はい、こんにちはくんです。ということでね、進めました。ちょっとね、もう何もすることができなかったので、とりあえずもう最終試験までもう持ち込んで、金を取りに行きます。多分ね、上がるよ。おー、オッケー、いいね、いいね、いいね。オッケー、750、上がりました。入学志望者104名、あーよかったー、クリアだ。クリアしてないんだけど。生徒の結果は？試験結果はどうだったんだ？やっぱ1年生、2年生、3年生 100%、そして4年生が若干の落第者が出たが、まあ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 、いいでしょう。NG。なにこれ、言語ほぼ受けなかったみたいな。なんかよくわかんないけど、まあまあいいでしょう。よし、次の年度だ。あ、よかった。終わりって感じだったもんな。入学、興味あり。いや、もう全員受け入れちゃいますよ。はい、全員受け入れちゃいましょう。座席とかはまあ大丈夫でしょう。先生の数が若干足らないんじゃないかな、これ。いや、大丈夫だね。これでいけるはず。よし、学校始めましょう。あ、はいはいはい。見割り当てが1年1組。まず1年が1年1組しかないという、悲劇的な状況になっている。なので、なんか2年の教室が、なんかこれありすぎる感じだね。2年1組、2年2組を割り振って、2年3組か。2年3組に1年2組を割り振ればいいのか。結構これあれだな。なんか4年生、なんか妙な割り振りになってるから、これ。4年1組から4年4組までにして、3年3組と3年4組を、もう、学級閉鎖でいいね。安定しないから、全然。クラスの配分が全然安定していない。代わりにだ、3年生の教室を1年生の教室に変更と。クラスルーム13っていうのを1年2組にして、これでまあいいんじゃないか。ただ、クラスルーム4、これだけいらないね。これはちょっとゾーンを消しますか。で、あとはちょっと学校の先生雇いたいんだよね。体育の先生がね、ヘボしかいないんだよ、今。体育のエキスパートいた。多分これ、オリンピック選手雇えるんだよ、多分。オリンピック選手雇います。その代わりこいつは首。科学は一人ね、エースいるんだわ。数学は一人もエースいないから、こいつ雇うのもありだね。ちょっと金が足らない可能性があるから、ちょっとゆっくりやっていかないと。うん、数学のプロ雇うか。一人雇いましょう。こんなもんかな、とりあえず。これ編入しちゃってもいいけどね、5人編入。大丈夫そうだね。よし、これでいっちゃいますか。よし、これで多分ね、かなりいい感じになると予想します。あとそうだね、このプールだな。プールとか動かすか。バスケットコートとかも含めて。なんかさ、よくわかんないのがさ、これ、なんで運動施設をさ、なんかそれぞれ別々に設けるんだろうね。これ体育はね、2箇所あるからちょっとこっちは売却するか。これでね、外に無駄に行くことはなくなるはず。よし、これで、外を撤去しました。あと、ここか。このキッチンに至るまでの道がないのか。ちょっと床を張ってあげよっか、ここに。この陰キャどもは待機してんだよな。飯が空く場所。あ、食えてるからいいんだけど。よしよしよし。でも運動場で運動するやついなくなったね。学校の先生いる？ここ。誰か、スタッフがいくつかいるのもまあいいんだけど、ヘボスタッフがいる科目は早く、こいつだな、この歴史の先生、こいつは早く辞めさせるべきだな、この科学の先生ちょっと入れるか。まだ金あるよな。もう二人ぐらい入れれるぞ。導入する。はい、導入。言語も導入。かなりでかいべ。いや、やりすぎか、さすがに。でもまあ、これだけいれば、相当、ランクも上がるはずです。学校は汚すぎるため中退しました。そっか、スタッフも雇っていいのか。まあ、こんなもんでしょ。あ、やば。キャッシュフローミスった。え、なに俺、今配置しすぎたか。いや、もう、金はいいや。金はなんとかなる。人生は冒険や。問題ない。1日目にしていきなりすごいことになってはいるが、何の問題もない。はずさ。生徒はとりあえずね、大学に受かりまくることが重要。なんなら銀行ローンから借りりゃええんよ。融資させようぜ。あ、でもこれあれか。融資額2万5千円。これさ、今一気に返済しちゃってさ、残り資金が少なくなっています。少なくなってるんじゃなくて0円になってるっていうのが正しいと思うんだけど。新たに融資を募れないのだろうか。まあ明日になればなんとかなるか。でも金なくなったらどうなるんだろうね、一体。マイナスになったこと今までないぞ。スタッフが勝手に辞めちゃうとかストライキして。まあちょっと様子見てみよう。銀行ローンで借り入れできないのかな、融資。破綻しちゃうのもしかして、俺。これ、マイナス4800が8日間続くから、マイナス3万2000円になっちゃうんですよね。まあ、大丈夫でしょう。ん？ What？ 手厳しいね。さあ、ということで、分かったことがあってですね、ちょっと問題があった。問題はマイナスに1度でもなったらそこで即死ってことだな。まあ、ちょっと体育の先生だけにしときましょう。体育の先生だけ雇います。あんまり雇いすぎるのは良くねえことが分かった。できれば歴史の先生を雇いたいが、ちょっと今は無理なので、とりあえずこの先生入れとくか。この先生入れて、こいつは解雇。よし、これでいこう。これの2万9000円で、喫煙者が捕まえました。おい、ちょっと待って、喫煙者なんか出なかったぞ。ちょっと前までは。あと、用務員ちょっと2人ぐらい増やしとくか。1800円かかんのか。辛いな、これ。物流のこの用務員の経路だけどさ、一人だけにしとこうぜ、これ。もう経路もさ、ちょっとふざけてるでしょ、さすがに。これで経路を編集させれば、これでいいか。これで一人で回れるだろう。これで多分トイレ問題は多分解決するはず。あとは何にしちゃえればいい？退学者さえいなければ耐えれる。ただ、ちょこちょこ、絶対あるはずだから、ちょっと待って。編入をしよう。編入で解決する。よし。
こんな感じでいっか。1年生教室がね、ちょっといいのがないから、ちょっと1年生の編にはやめとこう。豪華な床を研究。これで2000円もらえる。ただ、豪華な床を研究してもしょうがねえよな。300人規模の学校。まだだね。300人収容はできるけど、実情。ただ、300人に対して教えれる先生の数が少なすぎて無理って感じ。もしかしてさ、このパソコン売った方がいいんじゃねえか。このパソコン売ってみん。なんか先生がさっきからさ、外に出て戻って、外に出て戻ってやってんだよね。ほら。わかる？この動きわかる？この先生の。先生、こう教えてんだけど、ここ、後ろに行きたい時に、グインって一回外出るんだわ、こいつ。一回外出たり入ったりしててかわいそうだったから、ちょっと。てか、結構金かかるんだなぁ、この特別教室って。特別教室の金が非常にかかることが判明している。他のみんなはどうだね？清潔さ。あ、清潔さが若干ないのか、汚れた場所の上を歩く。歴史の先生どうだ？歴史の先生でもだいぶ先生はね、なんか煮詰まってきた気がする。学校の先生ってさ、なんか、やる気ない人はガチやる気なかったよね、昔から。なんかそんな覚えがあるわ。何？お前は何？図書室で授業してんの？お前バカか？図書室ってそういうことする場所なんだ。授業を教える場所なんだ。いや、俺のイメージの図書室じゃないな、全然。いじめが発生してます。いや、いじめなんて発生してませんよ。いじめを認知しなければそこにいじめは起きなかったことになる。ふざけた理屈かもしれないが。優先エリア、これさ、用務員の優先順位。そう、優先順位とか言ったら科学研究室結構臭かったよ。優先エリアであることが表示されねえな。まあ、でも、勝手に優先エリアになってんのかな。あとさ、この木とかさ、植えることって意味あんのかね、この、ツツジの茂みとかさ。何の意味があるんだろう。これによってなんか変わんのかな。それともただのこう、お楽しみとしてなのかな。金梅花の木。アフロディーテに捧げる花だったと言われている。マジか。桜の木。現実の桜は数週間しか咲かないけど、このゲームの桜は年中満開。素晴らしい。いじめが起きるなぁ。どうしてそんないじめが起こるんだろう。なんか前回のやつだといじめそこまで起きてなかったけど、みんなやっぱ殺伐としてきたか。そのやっぱ入学するやつが多くて、やっぱバカがたくさん入ってきたのか。なんかそんな感じだよな。喫煙者も見つかってるし、なんかお説教されてる。ようやく学長の仕事もできてきたな。多分さ、この特別教室一つ一つにも先生が先生なんで外出ちゃったの。このピアノが邪魔で行けなかったのか、こっちに。今さ、なんかグイって言ってなんか一瞬ここに出てまた帰ってったよね。だよな、こういう先生。なんかもう打ち切れてさ、職員室に帰っちゃう先生。なんかあれだけはやっちゃダメな気がしたな。子供ながらに。あれはやっちゃダメな一手な気がする。だって、もうずるじゃん。一応ルールはあるわけじゃん。その学校の先生としてさ、授業をするっていう。いくらどんなさ、バカな奴が何人いようとさ、たった一人でもさ、こうバカじゃない奴がいるんだったらさ、授業にね。だったら、こう、そいつに授業に受ける権利はあるはずなんだよね。だから授業を放棄してさようならって、なんかもうルール違反な気がするんだよね。完全に新規則に反する気がするんだよな。なんか緑色の奴いるぞ。大丈夫か？帰ってよ、もう。絶対ゾンビでしょ。これは仮病っては言われないだろうな。ちょっとどんどん行くか。どんどん飛ばしていくか。どうせ多分、今期はちょっとこ、怖くて手がつけらんないから、キャッシュフローマイナスである限りね、なかなか手つけらんないから、ちょっと飛ばしましょう。スキップしました。ということで、この、キャッシュフローさえマイナスにならなければなんとかなるから、まあ、今回までの進歩だ。次回こそはプラスに転じるはず、この品格が上がって。さあ、ちょっと状況をおさらいしていきましょうか。生徒の状況はどうなんだ？生徒、全般、1年生、2年生、2年生がなんか数学学はなんかしょうもないな。まあ、そんな悪くはないけど、って感じか。先生の状況ってどうだったっけ？言語がしょうもないのか。体育だけはマジでオリンピック選手は取ってるから、言語がしょうもない。言語と美術と歴史がしょうもないから、多分そのしょうもない先生たちによって、この生徒たちが犠牲を被ったって感じか。言語でもどこもまあ、ちょっと微妙か。でもこれぐらいだったらまだいける点数だと思うけど、数学83、2年生の数学マジでやばいな。何が起こってる？数学そんなゴミ先生、ゴミ先生ばっかだなこれは。それはそうなるわな。数学博士をちょっと取ってこないとダメってことか。次の動画でちょっと数学博士とか、ちょっと教師陣のベースアップを図りましょう。もう最後の授業だぞ。What？ 2年生一部死んでね、なんか。2年1組一部死んでんな。どうしてこんなことが起こるんだ？数学、科学、美術、歴史だけなんか死んでる。言語と体育はいけてるのに。これは研究する必要があるな。なぜだ？他はどうなんだ？他3年生ではそういう傾向は見られんな、あまり。多分だけどさ、単純に先生の数足んねえんじゃねえ。さすがにこんなことになるのっておかしいよね。1つの科目だけ死ぬのって。3つの科目だけ死ぬのって。2年生が特にやばかった気がする、今見たら。なんか2年生がやらかしまくってる気がする。4年生は全部ほぼ満点だね。2年生の一部の生徒が死んでる。スケジュールの問題か。2年生やっぱ休み時間と朝食時間がダブらせてるのが危険ってことか。言語、数学、科学、歴史、この辺が死んでんだよね。なんか休み時間も影響しているような気がしなくもないな。ちょっと先生の数を増員しないとダメだな。まあちょっと来期はね、チッターマシになるはず。3年生も一部やばいやついるな。美術がやたらできてないやつ。これ何を学んでたんだろうね、こいつらは。スタッフの問題ありきなのかな。
なんかそんな気がするけど、なんかスタッフの問題な気がするな。スタッフがあまりにもヘボすぎて死亡みたいなことになってる説あると思います。よし、ようやく学校のランクが上に上がりそうですな。銀行ローンは全部返しちゃダメっすか？ 9000円で。利子あるし返そうぜ。よし、銀行ローン返したわ。ローンの全部全額返済した。最終試験が実施中です。頼む。ちょっと上がってるはず。よーし、よし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 。A プラス。ほう、生徒の結果。割かし今回良かったね、やっぱり。まあ一部中退 NG。まあこいつだけか。一人だけだったらまあしょうがない。3年生全員合格か。すごいね。2年生やっぱゴミが出たな。こっちはもうな、やばいよね。2年何組だったか知らないけど。数学がやっぱ著しく低いやつが出てる。中退中退 NG、NG、NG。この3人衆か。この3人衆がめちゃくちゃ成績悪かったって感じか。なんか言語と体育だけめちゃくちゃやりまくったのか。言語と体育確かね、優秀な先生が多かったんだ。だからってのはあるかもしんないね。さあ、ランク700に到達する。いろいろできてますね。これで学校の合計の人数は252人。いいね。よし。次回、行こう。